今社会貢献活動、まあ、いろんなね世の中のためになる活動っていっぱいあるわけで、あの皆さん方もそういうことに関心をお持ちの方数多くいらっしゃると思いますけれども、なかなか、まあ、寄付という形もそうだし、一緒にそこに中に入って活動するということもそうだし、そういう意味での具体的な行動にはつながらなかったという理由を考えてみますと、それぞれあの現役の時代、若い頃はあの家庭の主婦も含めてその一線の仕事があって、なかなか他のことに目を配れなかったということもありますし、またある程度こう引退をして余裕ができた後も、さあどこに行ってどういう情報を手に入れたらいいんだろうという、そういう活動に関する情報がなかなか手に入らないということがあったと思います。一方 の, あのいろんな団体はですね、それぞれにあの皆さん方のご寄付で初めて運営できるというわけなんで、当然日々月々こう応援をしていただくということもそうですし、よしあの自分の一生こう頑張ったものをもし自分が旅立った時にはそれをこういう団体に使ってもらおうという方のご好意もそうですし、そうしたものが非常にあのこれからの社会貢献の活動を支える意味で重要になります。ですからその情報のないところをつないでいくパイプというのがこれから大切で、この就活のセミナーのように残された人生をどう有意義に生かしていこうかねって思われる皆さん方とそういう団体をつなぐこういうセミナーなんかが場になっていけばいいなということを思ってですね、あの今日は3つの団体からお話をしていただくということですので、あの何か皆さん方がこれまで漠然と持ってた関心をより具体的なこう行動に一歩つなげるきっかけになればというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。世の中のためになることに取り組んでいる団体はたくさんあるんですけれども、どこに寄付をすればいいのかわからないという方も多いかと思います。本日は日本対岸協会、国境なき医師団、ビヨンドトゥモローの3つの団体にお越しいただいております。これから各約15分間ずつ活動内容をご発表いただきたいと思います。複数の団体のお話を直接聞ける機会はなかなかないと思いますので、遺贈寄付をお考えの方はぜひご参考になさっていただければと思います。がん患者と家族の支援、がんについての正しい知識の普及啓発などを行っておられる日本対岸協会さんです。ファンドレイジンググループ特定寄付担当マネージャーの岸田博美さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆様、公益財団法人日本対岸協会の岸田と申します。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございます。健康で長生きできたらと思う一方で、老後に不安を抱えていらっしゃる方も多いと思います。日本人の平均寿命はご覧の通り、女性が87歳、男性は81歳です。世界で類を見ない超高齢社会に、まあ、突入しているというわけですね。2050年頃にはなんと100歳以上の高齢者が50万人を超える見通しと言われています。自立して健康に生活できる年齢を健康寿命と言いますけれども、2019年時点の健康寿命、こちら今ご覧いただいております。男性 72.68 歳、女性が 75.38 歳。まあ、平均寿命と健康寿命の差というのは、日常生活に制限のある健康ではない期間を意味しているわけです。男性で8年余り、女性では約12年。まあ、寿命を延ばすだけでなくて、いかに健康に生活できる期間を延ばすかが大切だと実感されますね。健康でセカンドライフを送りたいとお考えの時に気をつけたい病気、それががんです。がんは主な原因の一つは老化と言われておりまして、人口の高齢化とも相まってがんを患う人は増え続けているんです。日本人の2人に1人は一生のうちに一度はがんにかかります。毎年100万人前後が新たにがんと診断されます。
がんは特別な病気ではなくて誰もがかかる可能性のある病気なんです。日本対がん協会はがんで苦しむ人や悲しむ人をなくしたいという目標を掲げて1958年から65年以上にわたって活動しています。がんになっても希望を持って暮らせる社会の実現を目指しているんです。ご覧のように数多くの事業を展開していますが、活動の柱は先ほどご案内いただいた通り、がん予防・検診の推進、がん患者さん・ご家族の支援、正しい知識の普及啓発の3つなんです。しかし時代の要請からさらに新たな取り組みが求められたり、私たちだけでは対応しきれない課題に直面したりすることも多々あります。そんな時、異なるセクターと連携して課題解決に動きます。本日は多様なセクターとの共同という連携から日本対がん協会の活動をご紹介したいと思います。まず国や自治体とは早期発見につなげるためにがん検診の受診率を上げる取り組みを展開しています。受診率の向上に実際に成果のあった自治体をモデルケースとして共有して研修会を開催したりして、どうしたら多くの人に検診に足を運んでもらえるかを考えたり計画作りを行っていく中心的な役割を担っています。昨年度からは早期発見に向けた検診の向上につながる研究を支援する助成事業をスタートしました。検診技術の新たな開発を目標にした基礎的な取り組みから検診の制度や制度管理の問題の検証、さらにがん検診の受診を阻害している社会的な要因の分析まで幅広い分野を対象に公募したところ、名だたる研究者、医療機関などから申請をいただきまして18人の研究者を採択いたしました。従来の治療法や新薬の研究助成とは違った視点でがん医療の進歩に貢献しています。早期発見で大切な命を救う取り組みとしてがん検診無料キャンペーンも実施しています。昨年度に引き続き今年度も貧困家庭や一人親家庭のこれまで検診を受けたくても受けられなかった人を中心に無料クーポンを提供します。対がん協会の全国にあるグループ支部や非営利組織との連携で活動を展開しています。休眠預金による新たな仕組み作りにより、がん患者さんの仕事と治療の両立、QOL の向上を目指す取り組みも行ってきました。対がん協会は休眠預金の社会課題を解決するための資金分配団体に選ばれておりまして、6つのソーシャルセクターが取り組む事業に伴走支援してきました。新しい発想や切り口で取り組む事業を支援するということは、私たちの活動の領域を広げることにもなっています。ヘルスリテラシーという言葉、お聞きになったことがあるでしょうか。がん罹患者の約3割は働く世代なんです。今、社会の第一線で働いている世代は、学校でがんについて学ぶ機会がありませんでした。がんとは少しの知識の有無によって運命が変わる病気と言われています。がんリテラシー向上プロジェクトでは、専門医やがん対策を推進する企業と連携して働く世代の皆さんにがんに関する知識を高めていくことを目指しています。新薬の登場などで大きく進歩しているがん治療ですが、より有効な治療法を確立するために臨床試験、治験の重要性が高まっています。そこで日本臨床腫瘍研究グループと連携して公開講座を開催しましたところ、900人以上にもご参加いただきまして、大変関心が高いということがよく分かりました。未来のがん治療を患者さん、そして市民と共に作る時代です。対がん協会はその場を提供し積極的に応援しています。各地の患者団体も患者さんやご家族を支えています。対がん協会が活動の資金を援助したり活動の伴走支援を行ったりすることで、
地域の活動全体の底上げを図っています。患者団体との連携は私たちの活動領域を広げ、私たち自身の学びの場ともなっています。最後にメディアとの連携です。2月に認知症のがん患者さんに関する調査結果を公表したところ、メディアで大きく取り上げられました。認知症のがん患者さんの療養をどういうふうに支援するのかという社会課題が提起されたわけです。コロナでがん検診の受診者が大幅に減ってしまったことを最初に伝えたのも対がん協会でした。メディアを活用した情報発信で社会に警鐘を鳴らすこと、これも重要な活動です。最後に遺贈寄付についてなんですが、老後の資金が心配だから多額の寄付が必要なのではと関心はあっても、遺贈寄付を難しいと感じる方もいらっしゃると思います。しかし遺贈寄付は今すぐに寄付するのではありませんし、数万円であっても大変ありがたく思います。お元気なうちはご自身や家族の生活を優先に、残っていたものがあれば寄付するということが遺贈寄付では可能です。対がん協会では不動産や株式などの現物の資産によるご寄付も規定に基づいてお受けしています。またご寄付には税制上の優遇措置が適用されます。500万以上の場合は根治保証の推薦の申請対象となります。がんで奥様を亡くされた男性からは、検診推進のためにと相続財産からご寄付をいただきました。お母様を亡くされた娘さんからは、お香典返しに変えてのご寄付を、また相続人がいらっしゃらない方からは遺言書による遺贈寄付をいただきました。そこにはご自身の苦しみや悲しみを超えた優しい思いやりの心があふれています。私たちは託してくださった思いを受け止め、がんになっても希望を持って暮らせる社会の実現を目指してまいります。最後にがん相談についてご紹介したいと思います。孤独や不安を感じているがん患者さんのお気持ちに専門の相談員が寄り添い、昨年度は1万件以上のご相談をお受けしております。連休になると病院もお休みで、より不安に思う方が増えますが、皆様からのご寄付で電話相談を年末年始以外はお受けできる体制を作ることができました。誰かとつながれる、温かさを感じていただける、がん相談ホットラインのように一人でも多くの方のお役に立つように、これからも活動を進めてまいります。未来の誰かを笑顔にするために、私たちの活動にご支援をいただけましたら幸いです。ご清聴ありがとうございました。がん対策ということでも、医療のこともあれば、医療もまた治療もあれば臨床もあれば、いろんな、はい、それからもご家族のこととか、ね、社会問題との関わりとかいろいろあるということが分かって、とても勉強になりました。特に後で、プレゼンテーションします。私が代表してますビヨンドトゥモローという団体は、はいはい、一人親のお子さんなども対象にしている団体なんですけれども、はい、そういう一人親の方の場合、また貧困の問題などがあって、はい、なかなか医療の検診、がん検診なんか受けられないという背景があるということを今初めて伺ってですね、はい、いろんな活動がそれぞれつながっているなということを思いましたし、はい、コロナとの関わり、はい、それから認知症との関わり、はい、そういう情報発信としてマスコミに取り上げられるという面はもちろん大切ですけれども、本当にそういう社会の問題との関わりって大切なことだなと思って、頑張っていただきたいと思いました。ありがとうございます。皆様どうもありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、世界75の国と地域で命を守るために活動する医療人道援助団体国境なき医師団さんです。紛争や自然災害、貧困などにより危機に瀕した人々に、独立、中立、公平な立場で緊急医療援助を届けています。ファンドレイジング部シニアオフィサーの荻野和信さん、よろしくお願いいたします。はい、改めまして、国境なき医師団の荻野と申します。本日はこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
国境なき医師団、名前をですね、は非常にまあシンプルな名前だと思うんですけども、聞いたことがあるって方どのくらいいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。国境なき医師団活動をよく知ってるぞという方はどのくらいいらっしゃいますかね。ありがとうございます。はい、少数の方でございましたけど、ご認識いただきありがとうございます。これ全員手を挙げられたらちょっと私話す内容がなくなってしまうのでちょっと安心いたしましたが、はい、改めましてですね、国境なき医師団どんな活動をしている団体なのかということも含めてお話をさせていただきたいと思います。はい、国境なき医師団はですね、非営利の医療人道援助団体でございます。1971年にですね、医師とジャーナリストによって作られた、フランスで作られた団体でございます。主な活動はですね、緊急医療援助活動と証言活動ということです。もともとはですね、60年代にアフリカのビアフラというところで内戦がございまして、フランスの医師がですね、赤十字のメンバーとして参加したと。ただその時にですね、赤十字さんは当事国との関係上、相手の国との関係上ですね、医師は医療行為以外の発言をしてはいけないという、沈黙の原則が課されていたと。ただそこで働いていた医師たちはですね、この悲惨な状況を国際社会に訴えなきゃいけないという気持ちがあって赤十字を飛び出して、ジャーナリストと一緒に作ったのがもともと発祥ということでございます。ここで言っている証言活動というのはですね、自分たちが見たり聞いたり実際体験したことをですね、積極的にメディア等々を通じて発信していくと、こういう悲惨な状況があるんですよということをお伝えすると、そういったことも私どもの大きな活動です。これが2つの活動でございます。そしてですね、私どもが活動するにあたって大きな活動原則を設けております。それはですね、団体の活動の独立性と中立性と公平性を担保すること、これが本当に非常に我々は大きな信念でございます。で、我々の活動している地域はですね、全世界、これは2022年度の実績でございますけれども、全世界で75の国と地域で、現在ですね、4万9000人のスタッフが活動しております。アフリカがほとんどなんでございますけれども、この規模のスタッフがですね、活動しているわけでございます。はい、で、医療活動するにあたってはですね、どうしてもですね、いろんな物資が必要になります。で、私どもですね、機動力を有しておりまして、何かその事態が発生したときにですね、48時間以内に緊急医療物資を輸送するという物流拠点を持っております。こういった機動力も私どもの大きな特徴でございます。じゃあどんなところで活動しているのかというところなんですけども、国境なき医師団、もしかしたら新聞やですね、ニュース等々でご覧になられた方もいらっしゃるかもしれませんけども、大体半分ぐらいがですね、内政、政情不安なところで、半分ぐらいは安定している。ここは感染症とかですね、いわゆる病気の地域で、紛争地域とかですね、内政が不安定なところでも半分ぐらいで活動して、半分ぐらいはそういったところで活動しているということでございます。はい、じゃあ実際どんな活動ってなるか、紛争地だったりとかですね、難民キャンプとか、あとは顧みられない病気の発生地、あとは自然災害の発生地ですね、あとはもともと薬や病院がないところとか、あとは感染症の流行地域、こういったところで活動しております。自然災害の、被災地に関しましてはですね、国境なき医師団活動の特性上ですね、先進国では活動することはあんまないんですけども、医療ニーズがあるかとか、医療にアクセスできていない人がいるかどうかというところで我々判断しますので、例えばですけども、日本でも東日本大震災と、阪神・淡路大震災から東日本大震災、熊本の地震とか、そういったところでも活動いたしました。はい、大きな特徴としてはですね、他団体さんが行かないところとか行けないところであえて活動する、こういったところをミッションにしております。近年のですね、主な活動事例でございますけれども、2013年から15年、アフリカでエボラ出血熱って曲がありますかね、そういったところでも活動いたしましたし、2016年ではシリアの紛争でございます。2016年から17年、南スーダン、あとは地中海 の, な、海 の,、ね、海難救援の支援ですね、はい、あとアジアでもロヒンギャ、こういったところで活動しておりますし、2000年代に入りますと、ご記憶に、当然新しいと思いますけど、コロナウイルス、あとはウクライナの、医療支援、もう記憶ないかもしれませんけども、トルコ、シリアで大きな地震が実は2023年にありました。こういったでも活動しましたし、今、直近の話題になってます、パレスチナですね、ガザです。ここで2023年と書かないで、1989年と書いてございますけども、
実はガザではですね、98年から私ども活動しておりました。こういったところで活動しているんですけども、じゃあどういう人がですね活動しているかということでございますけども、医師団というとですね、医師か看護師かというイメージがあるかと思いますが、実は半分ぐらいはですね、半分以上は今非医療スタッフです。電気ガス水道のないところでですね医療活動する場合もございますので、それこそインフラの責任者とかですね、物流とか物資輸送、セキュリティ、そういった方々も当然必要になってきます。そういった方と一緒になっていくのが国境なき医師団でございます。で、日本からもですね、これは2022年の例でございますけれども、89名のスタッフがですね日本から世界に派遣されました。ちょっと字が小さくて見づらいと思いますけれども、雰囲気で、こういった国々にですね、国境なき医師団、これ日本からは行った人材の、リストでございます。じゃあなんでこんな活動ができるかということでございますけれども、国境なき医師団の活動のですね、実に 97.1% が民間からの寄付で成り立っています。でこれがですね、まさに私どものですね活動の根本になっておりまして、全世界で700万人で、日本からもですね40万人以上のですね支援者に支えられて、我々活動できております。こういったですね資金の独立性が、活動の独立性につながっていると。つまり大きな国やですね国際機関等々から、もしくは大企業から、一般資金をもらっているとですね、なかなか活動に制限が、ある、もしくはあると思われてしまう、そういったところを、選択的に排除するために、我々は本当に個人様からのご寄付に、依存しているということでございまして、実もですね我々の活動費の実は 15% がですね、もうすでにご依存でございます。全世界の方からのご依存が、15% を占めているということでございます。こういったですね皆様からいただいたご支援がですね、私どもを通じて、全世界のですね国境なき医師団のオペレーションの方に回されて、75の国と地域、この75の国と地域というのは毎年変わるんですけども、こういったところに、活用されてさせていただいております。いろんなご支援の方法ございます。毎月のご寄付をしていただいている方もいらっしゃいますし、単発のご寄付もいらっしゃいますし、いろんな形で我々の活動をさせていただいておりますけれども、中にですね最近増えているのがまさに、遺贈の寄付でございます。で私どもですね実にですね毎年、実はもう毎日実は遺贈寄付のお問い合わせをいただいております。今日もですね午前中に数件の、お電話をいただいております。で昨年はですね遺贈と相続財産のご寄付が、ございますけれども、それが171件いただきました。本当にですね皆様から遺贈寄付というものがご協力になってですね関心が高まっているというのを我々日々実感をしております。遺贈寄付によってできることは様々でございますけれども、一例でございますが、例えば10万円のご寄付であればですね2800食の栄養治療食品が賄いますし、100万円であればですね2万2000人の子どものはしかのワクチンに活用されると、そういったことが実現できております。で遺贈に関してもですね私ども随時ご相談を受けしております。お手元にですね遺贈の、こういったパンフレットあると思いますけれども、こちらの方にですね遺贈寄付って何でしょうかと、どういったふうにするんでしょうかということも詳しく書いてございますので、後でお目通しいただければと思います。どんな些細なご相談でもですね匿名でも受け止まっておりますし、またですねご遺贈もですね大きな金額じゃなくていくらからでも私どもは OK にしております。また専用の窓口も用意しておりますし、個別の相談も受け止まっております。またこういった事業の方、専門家を紹介してほしいという方もいらっしゃればですね、私ども内容に合った方々をご紹介させていただいております。またですね後ろの方のブースにちょっと用意しておりますけれども、これまで私どもの方にですね遺贈を検討していただいた方の、簡単なインタビューもございます。そういったものも ご用意しておりますので、あとお時間あればお目通しいただければと思います。私とですねあと後ろに座っております今尾というものがですね遺贈寄付の担当で2人でやっておりまして、随時こちらの番号にいただければ、私どもが対応させていただいております。で最後でございますけれども、国境なき医師団民間の皆様にされている団体でございます。
なのでですね、私どもの活動をですね、知っていただくだけでも我々非常に大きな支援になります。ご寄付をしていただくだけじゃなくて、あ、北京の秋こういう団体でしょうと、あ、知ってますよと、そういう雰囲気作りを我々していきたいと思っておりますので、まずは知っていただくだけでも私にとっては非常に大きな力になっておりますので、ぜひですね、他の誰かですね、国境なき者でどういう団体なのと聞かれたら、あ、こういう団体だよというふうに言っていただければ幸いでございます。はい、ちょっと早口でございましたけれども、ご清聴ありがとうございました。小野様ありがとうございました。最初に率直な感想を申し上げますと、それだけ遺贈寄付を受けておられるというのを聞いてですね、うちの小さな団体の代表しているものとしてはとても羨ましいなというのが正直な思いでしたが、それは聞かなかったことにしておいてくださいませ。ビアフラがアフリカのね、ビアフラ の人道危機が発端だったというお話を聞いて、私の母がユニセフで活動してましたので、ビアフラも非常にそういう意味で懐かしいと言ってはいけませんけれども、ああそうなんだなということを思い、またそれから年々のこうあれを見てますと、まあ、アフリカで言えば南スーダンなんかもそうですし、それからアフリカからこう来られる地中海のでの出来事もそうですし、それからまあアジアで言えばロヒンギャもそうですし、今のウクライナからガザと、本当にまあ年々休む間もなく世界各地で起きている、そこに対応していらっしゃるというのはやっぱりすごい力だということを思ってですね、改めて感心をいたしました。でその中でありきたりの質問で恐縮なんですが、水電気ですね、最もそういうものがもう手に入らないところへ行って活動をされるということになるので、特に水は医療にとっては電気以上に欠かせないものだと思うのですが、どういうふうにその水をこう手に入れておられるのか、それは何か独自のこう工夫があるんでしょうかというのが唯一の質問でございます。はい、水に関してはですね、おっしゃった通りインフラの、最も重要なものの一つでございますので、水に関してはですね、物流を通じて確保することもございますし、あと井戸を掘ると、独特のノウハウが実はありましてですね、井戸をどのくらい掘ってですね、例えばそのトイレとどのくらい離して掘るかというようなその完全なマニュアルも実はあります。そういったところを通じてそういったものをですね、実践し、水を確保すると、上流水も含めて確保するというのがまさにロジスティシャンとかですね、まさに水衛生責任者、こういった方も一緒にやっておりますので、こういったいろんな知識が合わさって国境なき者の活動されているということでございますね。はい、ありがとうございます。最後に、さまざまな事情で逆境にある若者たちを返済不要の奨学金支援による経済的な支援と国内外での人材育成プログラムによる機会面での支援の2軸から支援しているビヨンドトゥモローさんです。峰原恵里沙さん、よろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは、峰原と申します。よろしくお願いいたします。私たちの団体はどういうことを何者でどういうことをしているのかというところを重点的にお伝えさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、でまず設立のきっかけなんですけれども、ビヨンドトゥモローというのは13年前の東日本大震災を機に設立されました。で当時地震や津波によって家や家族を失うという方が多くいたと思うんですけれども、その中でも特に若い世代の子に対してさまざまなこういう困難のせいで教育を受ける機会を失わないでほしい、挑戦する機会というのを失わないでほしいという思いで、当時さまざまなフィールドで活躍していた若手のリーダーたちが集まって作った団体になります。そしてその年の秋に東北3県から若者が集まる東北未来リーダーズサミットというのを実施いたしました。困難を経験した仲間たちが出会って、東北のため、故郷のために自分に何ができるかということを共に考えました。でなぜここでリーダーズサミットなのかということなんですが、これは大変な大切な家族を失うとか辛い経験とか困難を経験した若者というのは他の人の痛みにも思いを馳せることができる共感力を持っているのではないか、その共感力を生かして社会を担う素晴らしいリーダーになってほしい
という思いがあったからです。そして私たちは困難やは辛いだけでなくて人生の糧となる、彼らはかわいそうな存在ではない、東北からグローバルリーダーを育てたいという思いでリーダーシップ育成事業というのを始めました。そういった活動を数年続けていたんですけれども、その後こういった自然災害ということだけではなくて、今増えている虐待ですとかネグレクト、また親との死別離別を経験したとか生活に苦しいといったような自分が選んだ環境ではないところで逆境を抱える若者も支援できないかということで、支援対象を2017年より全国に広げました。で活動を全国に広げてみるとですね、例えば実の親から殴られたり踏みつけられたりといった虐待を受けて、そこから逃げてきて警察に保護されたりとか、3日間食事が食べられずに困窮したというような経験を持つような学生からたくさんの応募が来るようになりました。ただこういった経験をしていながらも大学に行きたいとか、しっかり資格を取って将来仕事に困らないようにしたいというように自分の人生を切り開こうとしている若者が多くいるということも分かりました。こういったいわゆる親ガチャと呼べるような困難を乗り越えようとしている若者に対して、その経験を糧にしてもらいたい、逆境は優れたリーダーを作るというコンセプトを掲げて私たちは活動しています。私たちの活動を通して目指すビジョンなんですが、生まれた環境に限らず挑戦する機会が得られる社会、リーダーシップを発揮できる社会です。でこのために私たちは学びの機会を提供すること、社会に貢献できる人材を育成することというのをミッションとしています。では具体的にどのように支援しているかということなんですけれども、社会的養護や単身世帯、生活保護受給世帯の若者というのは、いずれの環境の場合であっても経済的に苦しくて自立が難しいという問題を抱えていますので、私たちのアプローチとして経済的支援と内面の支援の両方に働きかけています。経済面の方では返済不要の給付型奨学金の支給を行っていて、内面の支援というのは年間を通じた人材育成プログラムの提供を通して寄り添うことで、安心できる居場所ですとか仲間を得たり、自信を持って自分の人生に挑戦していけるような挑戦の機会というのを用意しています。この人材育成プログラムについては、書いてありました特定の能力を育成することを目的とするものではありませんと書いているんですが、これは例えば無料塾のような学校の勉強を支援するとか、特定のスキルを習得するためのプログラムということではないです。でまた困難を糧に成長し共感力を持って行動できる人材となる成長過程を応援すると書いていますが、例えばこの写真のように仲間同士話してそれぞれの背景を知ることで自分も頑張ろうと思えるような心の変化を感じたりですとか、虐待などされている子というのは自己肯定感が低かったりとか、学校に行けてない期間というのがあったりするので、自分の意見を述べたりとか人とコミュニケーションを取ることが苦手だったりするんですけれども、ディスカッションですとかプレゼンテーションを繰り返ししたり共同生活をする中でコミュニケーション力がついたり自分の意見が言えるようになったりして、だんだんと自信をつけていくようになります。このようなプレゼンテーションやコミュニケーションなどの社会に出てから必要となるスキルですとか人間的な成長を応援するというプログラムになっています。で具体的にはこれは昨年の事例なんですけれども、5回ほど年間対面プログラムを行いまして学生を全国から集めました。プログラム中はさまざまなフィールドのリーダーと対話したり、市民団体、行政の話を聞く機会を設けたり、同世代と交流する機会などをぎっちり詰め込んでおりまして、彼らに身近なテーマである孤独とか貧困といったようなテーマに取り組むことで、その当事者、自分の当事者経験というのを生かしてどのようになれば理想の社会が実現できるのかとか、そのために自分ができるアクションは何かなどを考えています。またキャリアセッションなども行っていますので、自分の将来のビジョンについて現実的具体的に考える機会というのも提供しています。
秋にはこういったジャパン未来リーダーズサミットという大規模なプログラムも行っておりまして、大体いつも3日間なんですが、50名から70名規模の大規模な学びのプログラムを実施して、その時は年間小学生だけでなくて単発で参加する学生にも参加機会を提供して凝縮したプログラムを提供しています。参加した学生は人生が変わる3日間だったというような感想をくれることもあります。また国内でのプログラムだけでなくて、大学生が参加対象の海外グローバル研修というのも行っております。より広いグローバルな視野でものを見て世界に挑戦してもらいたいという目的のもと、アメリカですとかアジア、ヨーロッパを訪れました。期間はだいたい1週間から10日程度であるなんですが、現地では例えば政府機関ですとか国際機関を訪れたり、社会を変革するリーダーと対話したりすることで、さまざまな人や団体と交流してグローバルな社会課題について学びます。この写真は現地でボランティア体験をさせてもらっているところです。その他ですね、ホワイトハウスを訪れて行政の方からお話を聞いたりとか機会もあったりと、本当に普通の個人留学では出会えないような特別な機会というのが用意されています。またですね、こういったプログラムでは私たちの理事なども学生の学びに全面的に協力してくれまして、例えば海外プログラムの事前研修などですと、以前ビヨンドトゥモローの評議員を務めてくださっていた元宇宙飛行士の山崎直子さんが来て英語でのコミュニケーションワークショップを行ってくださったり、あと米国の現地でも、米国にいます理事がいるんですが、各所を案内して要人を紹介してくださったりとか、本日の代表理事の橋本もそうなんですが、役員がみんな全力で学生の学びをサポートしています。このようなプログラムを提供した学生がその後どうなっているかというところも触れたいのですが、例えばこの男性学生は震災を機にビヨンドトゥモローに参加して奨学金と人材育成プログラムを受けたんですけれども、海外研修に行った時に訪問した企業で、自分の学びたいことというのを見つけまして、その後専門分野を変更して今博士課程ですね、で学んでいます。でビヨンドでの活動は自分の原点であると言ってくれています。もう一人こちら女の子の山下さんなんですが、ビヨンドトゥモローで年間小学生として数年間を過ごして、この春ちょうど大学院を卒業して次の司法試験に向けて勉強中です。もともとご両親が病気で高校生の時にお母様を亡くしてしまって、経済的にも進学ができるような状態ではなかったんですけれども、ビヨンドトゥモローに参加して仲間にその悲しみを受け止めてもらったりですとか、経済的支援を受けられたということで進学を決意しました。で将来は子どもの貧困ですとか家庭問題に向き合える弁護士を目指すということで、今アルバイトを掛け持ちしながら勉強を続けています。でこの今ご紹介した2人以外にもですね、例えば社会的養護のもとに暮らす学生は経済的な理由で進学、大学等の進学率が低いんですけれども、もともとそういった進学を考えてなかった子がビヨンドトゥモローのプログラムに参加したことで大学進学を目指したりですとか、その先の進路というのも教員ですとか研究職、芸術分野、また NPO 法人や企業の立ち上げを自ら行ったというような卒業生もおりまして、もうさまざまな分野で活躍をしてくれています。ということで、長くなりましたが、ビヨンドトゥモローの活動というのは困難を抱える若者たちの人生を大きく変えるような機会となっています。このように機会をつかんだ若者たちというのがそれぞれの地域や社会でリーダーシップを発揮してもらいたいと思っています。そして今お伝えしたような私たちの活動というのは全て企業や個人の方のご支援によって成り立っています。この活動にご共感いただけました場合には、ぜひ私たちとともに次世代のリーダーを育てる活動にご協力いただけたらとてもありがたく思います。小さい団体ですけれども、志ある有望な若者にチャンスを提供しています。皆様もご支援いただけました場合には、直接若者と交流したりして成長を見守っていただくということができると思います。単発や継続でのご支援ですとか、また今日のテーマでもあるような遺贈によるご寄付というのも大変ありがたいご支援ですので、ぜひご検討いただければと思います。以上となります。ありがとうございます。
私どものこのまあビヨンドトモローの活動は非常に虐待とか貧困とかいろいろ苦しい立場にある若者を支援していく、まあ、弱い立場の若者に手を差し伸べるという意味はもちろんございます。だけど私はそれだけではない今この活動には意義があるんじゃないかということを思っていて、それは、まあ、皆さんもご承知のように少子化、子どもの数が減るということがもうどんどん進んでいます。昨年は75万人ぐらいしか赤ちゃんが誕生していない、かつてはもちろん100万人以上生まれていた赤ちゃんがそういう数字である、そして働き手もそれと同時に減ってきている、つまりそういう中で子どもたちが、ま、能力があるのにそのまま社会の中にうずもれてしまっていたら本当にこの地域そのものが成り立たなくなってしまうのではないかな。そういう意味では単にかわいそうな境遇にあるお子さんに手を差し伸べるというだけではなくて、そのことが地域を支えていく力のになるのではないかなという思いで活動しておりますということと、もう一つはですね、私たちの団体はまあ小さくて身近な子どもたちへの支援ということをしておりますが、それだけに皆さん方にその活動の様子を見ていただく、またそこで子どもたちがどういうふうに変わったかを見ていただくことが可能だというふうに思います。世界でまた日本全国で大きな活動をしておられる方々本当に立派だと思いますけれども、なかなか皆さん方がその現場を見ようと思って見られるものではないという場合もございます。そういうことにあたって私たちの活動は今いくつかの、まあ、横文字ばかりでちょっと横文字を何とかしたいなというふうな思いを しましたが、1年通じていろんな活動をしているその様子を皆さん方ご支援いただく方にこう来ていただいて見ていただくことができる、何か自分たちがどういうことをしているかという実感をしていただけるのが、まあ、私どものような小さな活動の一つの特徴かなということを思いました。ところで先日遺贈寄付をお考えのお客様が錦糸町丸井5階のシニアと家族の相談室で橋本さんとご面談された結果、ビヨンドトゥモローの活動内容に非常に共感され、ビヨンドトゥモローに遺贈寄付を行う内容の公正証書遺言を作成されたと伺っております。このエピソードについて詳しいお話を伺いたいのですが、今日これまでこうお話ししてきたの、来たことのまとめのようなことになるので、もう手短にお話をいたしますけれども、私この就活というのは本当にこう自分の抱えているいろんな問題を片付けておくという就活、それから旅立つときにどういう形でお墓なりまたお葬儀なりそういうものを見送ってもらうかという就活のほかに、残された人生が何十年あるか何年しかないか分かりませんけれども、それをいかに有意義にまた楽しく過ごしていくかということが重要な就活だなということを思って、そういう中でですね、今日ご説明のあった社会貢献の活動、さまざまな活動がございますが、国境なき医師団の皆さんにしろ、また対岸協会のお方々にしろ、私どものような活動にしろ、そうしたものがですね、さまざまあって、そこに多くの方の関心を持っていただきたいなということをずっと思っておりました。でたまたまですね、今エピソードということで、はですね、この5階にあります相談室で、何かこう寄付をまたこれまでの財産をどこかにこうつないでいきたいがというお話をいただいたときに、たまたまこの私のどもの団体をご紹介をいただいて、説明を聞きたいというお話がございました。で、私もう今冒頭申し上げましたように77歳で特段の仕事もなく暇にしておりますので、ご説明を聞きたいと言われればすぐ飛んでいきますと言って、この5階に伺ってですね、その方とお話をしました。そして、先ほど言いましたように私どもの団体は実際にその現場でこうその活動を見ていただいて、そこで支援している子どもたちがどう変わっていくかも
を見ていただける、そういう実感をしていただける活動だという、まあ、セールスポイントというと失礼ですけれども、そういうお話をして、非常にそれは私も思っていたことなんですよということを言っていただいて、毎月のご寄付という形とともに、遺贈のことを決めていただき、遺言を書いていただいたということでございます。大変、嬉しいことですし、今度その方のところを峰原などが たちが訪ねてですね、これまでの活動を短くまとめた映像がございますので、そういうものを見ていただこうということを思っております。今日はですね、私どもの団体だけではなく、繰り返し申し上げますが、国境なき医師団の方々、そして、日本対がん協会の皆様方、こうした団体にもご参加をいただいて、このセミナーを持つことができました。で、そのそれぞれの活動を考えれば、災害ですとか戦争ですとか貧困ですとか、そういうことを世界的にそういう現場に行かれている団体、そして日本の国内でこのがんという私たちの誰もが将来向かい合わなきゃいけないような問題に取り組んでおられる団体、そして私どものような貧困や虐待にこう苦しんでいる子どもたちを支援するさまざまなタイプというと失礼ですが、分野の活動をしている団体に来ていただきました。お聞きをいただいてですね、こういう団体、名前は聞いていたけど、こういうことをしていらっしゃるのねということを感じ取っていただいたと思いますし、それによって社会貢献ということによりこう関心を持たれた方もいらっしゃると思いますので、ぜひ今回のことをですね、具体的なまた次の一歩につなげていただけたらなということを思います。シニアと家族の相談室では、遺贈寄付についてのご相談というのも受け付けておりまして、遺贈寄付先の交付、遺贈寄付の交付先となる公益団体のご紹介ですとか、公正証書遺言作成のサポートをしてくれる専門家の紹介というのも可能でございますので、ぜひご活用いただければと思います。さて、いよいよ、長い時間ありがとうございました。お時間も迫ってまいりました。橋本さん、最後にセミナーのご参加の方々に向けて一言ございますか？はい、今日は皆さんありがとうございました。で、何よりもですね、皆様方お一人様ということで来ていただいた方々がいろいろこう感じていた悩みなり、今後どうしようかなとこう思っていたこと、数々おありだと思います。それに対して、今日の檜垣さん、ひろきさんのこうお話がですね、何かの解決の糸口になればすごい嬉しいと思いますし、今後もこのセミナーは開かれますので、またぜひご参加をいただき、そして檜垣さんからのお話にもありましたけれども、60本無料のセミナーがまずございますので、それに参加して、自分の問題点はここだという焦点を絞ったね、またご相談をいただけたらと思います。合わせて、この2部でお話をしましたさまざまな社会貢献活動というものに、少しでもこう具体的に関わっていただく、また一部でお話のあった公正証書などを使って遺言をお書きいただき、遺贈をいただくというようなことが、実はいろんな社会のつながりとこう皆様方のこれまでの人生をつないでいくことになっていくということをぜひお考えをいただいて、またこういろんな道をこう探っていただければなということを思います。今日は本当に皆さん長い間ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。橋本さん、ありがとうございました。皆様、これにて橋本さんは先にご退場されます。どうぞ温かい拍手でお見送りくださいませ。ありがとうございました。